医療機関と保健所の逼迫は待ったなしの状況であります。こうした状況を踏まえ、政府による全国一律の全数把握見直しを待たずに、本日9月9日発生届の対象者を限定する旨の届け出を政府に行い、来週13日の政府の告示も速やかに9月14日から運用を開始いたします。